H68TR は1977年に日立製作所から発売されたワンボードマイコンで HMCS6800 トレーニングモジュール H68TR と称した。H68TR はモトローラの MC6800 マイクロプロセッサのセカンドソースであった日立 HMCS6800 の トレーニング用として発売されたワンボードマイコンである。初期の製品と後期の製品とでは若干の違いがあるが、ボード上にはモニタとアセンブラを収めた4キロバイトのマスクロム、パラレルインターフェースである PIA、シリアルインターフェースであるアシャ1キロバイトのスタティックラム、ワークエリア用の1 2 8バイトのラムなどが実装されていた。オプションエリアには PIA を1個、 スタティックラムを 2KB 増設することができた。電卓のような形状のポケッタブルコンソールを持ち、5V 直流電源を接続するだけで簡単なアセンブリ言語によるプログラミング演習ができた。その後に発売されたオプションボードを接続すると、ほぼベーシックターンキーモデルのように用いることもできた。マイクロプロセッサー HD46800 は、 モトローラの m g 6 8 0互換の CPU で、動作クロックは 921.6kHz であった。4KB のマスクロムには、モニタとアセンブラが収められており、ドル F000 ドル FFF FF に割り当てられている。当初は、X32 というバージョンであったが、後にアセンブラのバグなどを修正した X33 に変更された。ユーザーエリアとして、 1K4 ビットのスタティックラムが2個実装され、0ドル3ドル FF に割り当てられている。オプションとして、同種のラムを4個増設でき、400ドルドル BFF に割り当てられる。モニターのワークエリアとして、128バイトのラムが用いられており、ドル E004 ドル E007 に割り当てられている。オプションとして、ユーザーが自由に使用できる PIA を1個。 増設することができ、ドル E008 ドル E00B に割り当てられる。オーディオカセットとのインターフェースとして、アシャが実装され、ドル E010 ドル E011 に割り当てられている。これにより、カンサス式スタンダードに準拠する 300BPS でデータの入出力ができる。ボード上には2個のリレーが載っており、オーディオカセットレコーダーの自動スタートストップができる。これらのリレーは、 ドル E012 とドル E013 番地に割り当てられていて、ユーザープログラムから ON、オフでき、カセット以外への応用もできた。0.8マセクのハードウェアタイマが乗っており、マスク可能な割り込みを発生させることができる。モニタでは、ポケットブルコンソールの駆動に用いているが、ユーザープログラムからも自由に使うことができる。MPU ボード上の PIA によって駆動される。 電卓のような縦長のコンソールで48個のキーと14桁のセブンセグメント傾向表示感を持ち変形文字ではあるが A 数字の入力と表示ができた。マスクロム中のアセンブラを起動するとこのコンソールからアセンブリ言語を入力して機械語プログラムを作成することができる。MPU ボード上のマスクロムに収められたモニターには次のようなコマンドがある。G 現在のアドレスあるいは指定したアドレスからプログラムを実行する。I、入力装置の番号を指定する。O、出力装置の番号を指定する。L、I コマンドで指定した入力装置からプログラムを入力する。P、指定した範囲のメモリ内容を O コマンドで指定した出力装置に出力する。J、オーディオカセットのリモートコントロールを解除する。M、 メモリ内容を表示する。R、レジスタ内容を表示する。N、一命令実行する。V、ブレイクポイントを設定、表示する。U、ブレイクポイントを解除する。S、アセンブラに制御を移す。モニタと同じマスクロムに収められた1パスアセンブラで、ラベルを使用できる。ラベルは L で表し、標準で l H、1 l 6 4の100個であるが、 ユーザーが指定すれば最大 L01LFF の255個使用できる。ソースを直接キー入力してアセンブルできるが、プログラミングマニュアルにテキストエディタのソースリストが掲載されているので、これを入力してエディタの機械語プログラムを作成すれば、ソーステキストを編集してカセットテープに出力し、カセットから読み込んでアセンブルすることもできる。 MPU ボードのエッジコネクタにアドレスバス、データバス、オプション PIA の入出力ラインなどが出ており、当時よく使われていた放電プリンタやエプラム、ライタなどを容易に接続することができた。オプションとして以下のようなボードが順次発売された。MPU ボードを含めて4枚までのボードを実装できるマザーボードとホルダフルサイズのキーボードなども発売され、 ベーシックターンキーモデルに近いシステムを構成することもできた。ありがとうございます。